からこんにちは、ロアです。こんにちは、キヌです。すぐ笑っちゃう。面白かったね。ということでですね、今回はゲストがいらっしゃっております、マイノンさんです。はい、こんにちは、ハーブティーマイノンです。ハーブティーはい、今日の企画はですね、ファッション紹介でございます。今日はね、今までの私服紹介とは違った動画のね、雰囲気になってるので、よかったら皆さん最後まで見ていってください。それではどうぞ。ゆんです。今日のファッションテーマはなんか全体的にピンクと黒でね、合わせて統一感を出してコーディネートしてみたんですけど、なんか可愛いだけじゃなくて、なんだろう、セクシーさ、なんかこういう胸元が広めの服の下にレースのタンクトップを着てたり、あとねスカートもなんですけど、中は短いんですけど黒いレースがあるから血管が出て可愛いかなと思ってコーディネートしてみました。ピアスもこんな感じで雪をイメージしてふわふわってしたピアスを選んでみました。はい、あとネックレスもこれスワロフスキーのネックレスなんですけど、真ん中がね動くたんびにゆらゆら揺れてキラキラするのがとても可愛いって、ワンポイントとしてつけてみました。ちなみにこの服全部ナイスクラップのものです。はい、以上です。バイバーイ。Inside is bleeding, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. ローアングルからこんにちは、ロアです。今日はですね、なんか最近寒いので長いの履いてモコモコしたものを着てるんですけど、今年ベージュのワントーンコーデが流行ってるので乗っかってみましたという感じで、ちょっとゆるい感じにしました。しかもあったかくなるような感じのものにしました。まあ、全体的にベージュで合わせてるんですけども、帽子とパンツと合わせて、パンツよりもちょっともうちょっと細かいチェックのキャスケットです。これちょっと丸系のどっかのショップだったんですけど、小物屋さんで買いました。で、ちょっと差し色としてボルドーのピアスをつけました。と、アウター、モコモコのアウターはユニクロです。これがですね、まとめサイトとかでちょっと話題になってたアウターで、結構合わせやすくてあったかいんですよ。ユニクロです。はい、こちらのトップスがアクセスさんですね。こちらのリボンの素材感もすごい可愛くて一発で買いました。ボトムがですね、そんなワイドでもないんですけどストレートなパンツになってますね。はい、結構合わせやすいです。で、靴がですね、さっき分かったんですけども、前野さんと一緒のを持ってたみたいで嬉しいです。はい、あと小物がこんな感じで、コナンちゃんと一緒に買った、こちらがサンキューマート、こっちがロマンティックスタンダードです。はい、以上です。こんにちは、キヌです。今日のコーデのポイントはですね、こんな感じで、なんて言うんだろう、文学部という感じでお願いしたいと思います。じゃあトップスから、これはちょっとお母さんのなのでどこのかわかんないんですけど、自由に似たようなのが売ってました。そしてスカートも自由、全部自由で、靴がソックスブーツです。なんか靴下履いてるみたいなブーツなんですけど、これはなんかメルで使った靴に自分で靴下をつけました。自分で作りました。なのでどこのものでもないです。はい、でピアスもお姉ちゃんなのでどこのか分かりません。以上です。おしまい。
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. こんにちは、ハブティー。マイロンです。はい、今日の私服のテーマはですね、バレンタインも近いということで、バレンタインを少し意識したピンクを取り入れてみました。普通にこのアイテムだけで着るのも可愛いと思うんですけど、あえてこうレイヤードしてちょっとおしゃれっぽさをプラスしてみました。白とピンクのコラボみたいな感じでしたんですけど、それだとちょっと甘すぎちゃうので、あえてデニムを履いてみて、ボーイズデニムっぽいんですけど、よく見るとなんかラメが入ってたりとかして、ちょっと可愛さもあるデニムになっております。デニムと白のブラウスはアナザーエディションで、ニットはリリーブラウンで、アウターはジーナシスで、メガネはスナイデルで買いました。シューズは私が今やっているセレクトショップのチアクローゼットのアイテムです。はい、私の私服はこんな感じです。バイバイ。はい、皆さんどうでした？どうでした？3人がね、おしゃれすぎて、ユウは並ぶのが辛かったです。嘘きぬちゃんは自信あっちゃうよ。ないです、ないです。終わりましょう、終わりましょう。プチプロでまとめてるからね。終わりましょう。高見えするもん、ね、嘘つけい。はい、前野さんいかがでしたか？はい、いや、なんかみんなの私服の個性が出てて、みんな全然違うかも。でも割と今回みんな甘め。確かに、うん、確かに確かに、うん、みんなデート行くのかな、これからって感じです。楽しかったです。はい、どうでしたか？あ、私いや、やっぱね、みんな可愛いなと思って。ただそれだけですよ、本当に。何でしょうという感じです。ぜひね、皆さんの参考にしてみてください。それでは今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。透明感が出せる美少女メイクをやっていきたいと思います。美少女にしてください。わかりました、任せてください。美少女になったよ。本当に？本